夢ラジオ第六千九百九十八回。今日は令和六年十月十九日。土曜日です。時刻は午前十時横浜港北秋晴れの朝。嬉しいですね。リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。夢ラジオです。今日はお昼にもうセンター北に不在者投票に行ってこようと思っております。 小選挙区は日本共産党の候補者もう面白いですね。であの比例は参政党に投票しようと思っております。参政党には私も言いたいことはいっぱいあるんですよ。けれどまあ今の段階で、まあ、選ぶとしたら参政党かなと。日本保守党はこの「加齢事件だの何だろかんだの」いろいろ聞こえてきてちょっと。 投票する気がしないですよね。さて不在者投票今日はお昼に行こうと思っておりますが午前中イメラジオ今は十時ですね。今回は参政党とプラカード対パートツーです。参政党の候補者があっちこっちで演説するたびにそこになんか参政党は良くない党だみたいなそういうプラカードがわーっと上がって。 で、その演説会が台無しになるという、そういう状況になっています。やってる方々はあれ本気でやってるみたいですね。あの、どこの、そのプラカードも場所が全然違うのに、フォーマットが一緒だし、ひょっとしたらやってる人たちも同一人物が移動して、しかもかなりの数ですよ。で、そのプラカード、

そしてその後やめてで恨み持ってそしてアンチ参政党になった挙句これやってるんだなということがちょっとずつ分かってきましたねもちろん陰謀論唱えてですよあのこのプラカード体の背景にはねナショナリズムそしてパトリオティズム国民主義あるいは民族主義でもいいね そして愛国主義を唱える真の日本の政党、参政党を潰したいグローバリストたちのその、ね、魔の手があってで、それによって彼らプラカード体を動かされてるんだみたいな、なんかこれ、参政党言いそうですよね、これ。うん ないとは言えない、ないとは言い切れないけど、どうも見てると、これ、やってる人も、それを指令してる人も、あの、参政党をやってて、あるいは参政党から一回、候補者にもなったり、選挙にも出たりして、それで、参政党を辞めるか、除名するかされて、それで恨み持って、まあ、要するに支援ですよね。 それで参政党みたいな政党が日本にあるとそれは有害だと。参政党みたいな政党は日本にあってはならないと。ということからそういう正義感にかられてやってるんじゃないか。なんかどうもそう見えてきましたね。これ、まあ、言えばなんですけどグローバリストって。 でまあ、そういう人たちがいるとしてね、まあ、ディープステートと呼んでもいいですがそういう人たちがいるとして別に政党にあの注目してないと思うあの全然そのディープステートが参政党に注目なんかしてないと思うグローバリストがいて世界を動かしていたとしても彼らはもっと他に注目すべきものがいっぱいいっぱいあって他にに参政党まで多分手が回ってないと思う。 参政党は、まあ、もちろんあの今の権力にとって都合の悪いようなことを言ってるそれは認めますだから素晴らしいんですよ権力におもねらない権力にとって都合の悪いことも言ううんけれどですねあのだから権力が潰しに来るあるいは自民党が参政党を潰してるみたいな,なんかご意見もあるようですけどそれ証拠なんですかって言いたいよね。 自民党は今、賛成党どころじゃないですから、はっきり言って。思いません冷静に考えれば。もちろん、賛成党にずっといたら、なんか自分たちにとっての賛成党っていうのはすっごく大きくなりますから、肥大化しますから、なんか、ちょっとなんかあったら、あ、賛成党がいじめられてるとか、賛成党がターゲットだって思っちゃうかもしれないけど、自民党からもし見た場合ですね、今、賛成党にその、あの、工作かけるような余裕なんかないと思いますよ。 もちろんグローバリストは世界のあっちこっちで、賛成党よりもよっぽど有害で、なんか賛成党が有害みたいな言い方して失礼しました。賛成党は素晴らしい党なんですが、賛成党よりもその、ね、ディープステートがいるとして、その人たちにとってよっぽどあの都合が悪くて、有害で、たったき潰さなきゃいけないものが世界各地にもううようよいるはずなんですよ。それはね。 まあそのようなことを考えると、まあ今回のこれ、つまりプラカ隊は、まあさっき言ったように、そのかつて参政党にいて、で神谷さんとの確執があって、対立があって、それでそこをやめて、で参政党の闇を見たと。参政党の真実を知っているのは僕だ、私だ。だからそれを言わなきゃいけない。そしてこんな政党に議席を取らせてはならないという、これはこれで正義感なのかもしれない。公益、 をやってるつもりなのかもしれないね。ただ、やっぱりこれは選挙っていう、それぞれの政党が自分の、あの、意見を人々に述べて、そして審判を仰ぐという、その選挙を踏みにじっているものであり、それこそ、翼の党の、あの、大声での、翼の党の大声での、 あの、妨害と何ら変わらないと思う。法律には抵触しないかもしれないけど、やっぱやっちゃいけないと思う。参政党が憎たらしいのは、まあそうかもしれない。参政党が、あの、恨めしいのも、まあそうなのかもしれないけど、それならそれでもっと自分もそれなりの場所で参政党が恨めしいと。参政党はあっちゃいけないんだと言えばいいじゃないですか。そんな場所あるんだから。 じゃなくて、選挙っていう大事な場面で、で、今回の選挙は参政党にとっても命運かかってるんですよ。党の,あの命運がかかってる。そこに面白い半分にね、ね、面白い半分に、あと事務暇だから、あの、こんなことでも組織してですね、やったと、ね、参政党の演説がぶち壊しになってるぞ、と。しちゃいけないと思う、それ。 でやってる人は失うもの何にもないじゃないですかやってる人は無責任に失うもの何にもないからえへ、え、へですよそして法律にも抵触しないっていうんならやり毒みたいになっちゃいますよねやられた参政党は何度も言いますけどここに党の運命かけてるもう参政党はもう何万人の人が関わっているそういう組織なんですよで 意見の違いはあっていいし参政党が気に食わないなら大いに結構なんですけどそれはその,その人その人の,あの自分のプラットフォームでやるべきであってその自分のプラットフォームが60歩機能してないわけでしょはっきり言ってだもんだからこんな直接行動に出るとこれはしてはいけないと思います選挙は相手の意見をしっかりと言わせて最後まできっちり言わせて それに対して自分の意見も言ってというこれ選挙に限らずディベートやディスカッションはこういうものじゃないですかそれを翼の党みたいにねもう声かぶせて相手の意見が聞こえなくさせるやっちゃいけないあるいは今回たまたま黙っていてももうその演説者が見えなくなるほどプラカード立ててでぶち壊しじゃないですか演説会がこんなことやっていいわけないんですよ参政党の意見を聞きたい人だっている候補者の言葉を しっかり考えたい人もいる。邪魔してんですよ。妨害してんですよ。それをね、これは民意だとか、民意じゃない。それはそのプラカ隊の勝手な、まあ、独断ですよ。プラカ隊の勝手な思い込みですよ。何度も言いますけど、参政党が気に食わないのは大いに結構で、 それはそういう場でやればいいんであって選挙に押しかけてそこで賛成党の声が聞こえなくなったり賛成党の見えなくなったりあるいはその場がぶち壊したりしたらそれは民主主義の否定で賛成党に対してやってるだけではないもっと別なお話になってきますよ私はそう思いますよあのプラカ隊の人が夢ラジオをお聞きになってるかどうかわかりませんひょっとしたらでもお聞きになってるかもしれない 案外、賛成党や日本保守党に興味持っていらっしゃる方、夢ラジオをお聞きになってくださる場合も多くて、それはありがたいんですけど、もし聞いてるんなら、やめた方がいいと思う。今日からやめた方がいいと思う。自分が、ご自分の手に、手を胸に当てて考えたらいいと思う。自分が、いかなる場でもいい。別に選挙じゃなくても、誰か大事な人に、あるいは、本当に自分が自分をプレゼンしなきゃいけない時に、 例えば就職活動、例えば面接、例えば地域での集まりどこでもいい。真面目に何か言おうと思った時、大声出して自分の意見が聞かれなくなってしまった。あるいは、声は出さずとも何か目に見えるもので自分ディスられて自分が言いたいことが何だかよくわからなくなってしまった。こんなことされてうれしいだろうか自分がそれやられてうれしいだろうかそれをね、 考えたら、あんなことできないと思う。だから、この点でつくづく、あの、N 国党の黒川たちの諸行はですね、おかしな洗礼を日本の選挙運動に見せてしまったんだ。これ、遡れば立花にまで行き着くと思う。だ今、もう N 国党の立花、黒川、もうこの辺が身動き取れなくなってますよね。もう N 国党はダメだと思う。彼らが残したことはこれなんだよ。 あの、日本の選挙運動に非常に悪しき、あ、あいつらがやってんだから、俺たちもやろうぜっていう洗礼を作ってしまった。やめた方がいいと思います。今日、今からでも。